それでは時間となりましたので、パラレルセッション8、中小企業 SMEs の低炭素技術移転のための資金調達、マッチメイキング戦略を開催いたします。本セッションの進行は、アイジェス気候変動とエネルギー領域のコアクツリーダーが務めまますすそれでは小さんよろししくお願いいいたしますありがとうございます。 今紹介に預かりました、えー、アイジスの気候変動とエネルギー領域でエネルギーあのエリアリーダーをやっておりますコアクツと申します。ああ皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 こちらのセッションでは中小企業の低炭素技術移転に向けた資金調達ということで特にですね途上国への低炭素技術の移転を特にその中小企業これからより発展していく企業に対してどうやってどのように技術移転を進めていけるかという観点で今回非常に企業の方あと政府途上国の政府の方 えー、そして、えー、国際機関、えー、またあのあの専門家の方々を含めあの非常に実務に、えー、もう通じた方々に、えー、ご発表いただくことになっております、えー、で特にあの我々兵器官としましては、えー、この技術移転を進めるにあたってあのマッチメイキングといったものがあの非常に重要になるというふうに考えております でまあ、この,あの具体的にどういうものが重要でどういったことをやっていかなきゃいけないかということはあの本日の発表等を通じてより具体化をしていきたいというふうに考えておりますけれどもあの今回、えー、よりあのインドでの事例をご紹介しながらまたあの国際的な動きとしてあの今、えー、出てきております、えー気,候えー、気候技術移転に関わる、えー、メカニズム、えー そういったものの具体的な状況そういったものを紹介しながらパネルセッションではそれでは我々がどういったふうにどういった形でこの技術移転をより促進していけるのかという観点でより意見交換をしながら最終的にはやはり企業政府専門家そういった立場でそれぞれ具体的な行動を今後動かしていけるような戦略というものを考えていければというふうに思っております。 本日はあの二時間というあの少し長いセッションになりますけれどもあのぜひともよろしくお願いいたします。まずはあの平期間のここからですねあの今回のまことを考えるにあたってのあの簡単な背景とですね問題設定というものをご紹介させていただきます。まずは気候変動とエネルギー領域でタスクマネージャーをしております有研究員から発表させていただきます。それでは有研究員よろしくお願いします。 Uh, thank you, さん for your very、nice、introduction. どうもご親切にご紹介ありがとうございます。皆様おはようございますよ。ようこそこのセッションいらっしゃいました。まず最初に私の方から非常に興味深い調査の結果をご紹介します。この調査は2つの重要な問題に答えを見出そうとするものです。つまり、どのテクノロジーを優先して給水点をするのか。第2に、どの地域、 に重点を置いて技術に移転をするのかという二つの疑問ですではまず見ていきましょうこの調査の中で全く TNA の調査と違う手法を使いましたつまり技術ニーズ評価 TNA ですけれども非常に単純な技術選択の基準を設けてそのテクノロジーの中でも高い排出削減可能性があるものそして現在移転されていないものに注目しましたまた同時に中でも経済開発状況など経済的な基準を除外しましたそして最終的な結果構築、まあ、ですけれどもこちらは CO2 削減可能性縦軸が現在の移転率ですその中でいくつかの技術がこの線の下に入っていますつまり高い可能性があるにもかかわらず現在は技術移転があまりされていないとそこに私たちは重点を置くべきであるという考えを示しておりますまたどの地域に重点を置いて優先的に 技術移転をするのか同じ基準を適用しましまた技術の可能性それから地域の可能性とそれから左の方に示していますようにインドはアジア地域と同じように優先地域になる。なぜ現在技術移転率が低いのかこれは右で説明することができます。インドとアジアジにつきましては今 気候技術を吸収する能力が不足しているということです現在の UNFCCC 枠組みの中でいくつかの技術移転に関わるスキームがあります真ん中にあります技術メカニズムそれを実施する方法は2つあります一つは TEC 技術実行委員会新しい CTCN である気候技術センターネットワークです 機能としては金融メカニズムと市場メメカカニニズズムムがあります金融メカニズムの中にはグローバルエンバーメントファシリティ GF がありますそして DNA を行う途上国の支援を行っています右側が市場メカニズム CDM は非常に重要なメカニズムの一つであって技術移転に使われていますしかし今議論されているのがニューマーケットメカニズム NMM です また JCM2 国間の NMM の事例が1つここに挙げられますまたナマもこの技術移転に関連性が深いので途上国の中にはナマを1つのツールとしかって技術開発をしようとしていますこれは技術ベースナマと呼ばれています現実には技術移転というのは 北から南に流れるもので南から北に行くものは非常に少ないのですが3つのチャンネルがあります。1つが国際貿易、もう1つが外国直接投資、そしてもう1つが特許です。明らかに流通移転が効果を上げるためには提供する側も受けても適切な政策が必要です。気候技術は政策によって 生み出すことができますまた南の国もそれを吸収する受け入れる能力を持っている高度な気候技術を受け入れる能力が必要ですしかし知的財産権については明確な結論はありません IPCC は知,知財権を保護することに関してそれに違反する明確な証拠はないと言われています。 また技術移転に関わる貿易関連の障壁を減らす必要があります技術移転はプラスにもマイナスにも働きます実際に供給側は需要側のプラスマイナスに動く可能性がありますのでこの技術移転によってグローバルな競争が高まり移行テクノロジーのコストを下げる方向に動かすことが期待できます 複雑ななプロセスになりますこれは自動的に予可能な形で簡便に起こるわけではありませんのでトップの政策介入が必要です。いくつかの政策手段がりまれ、例えば気、気候技術の資金調達のための政策手段がここに挙げられています。また中小企業が 技術移転を受けるためには当然グローバルの中で気候変動に対応する役割としては中小企業の役割は非常に大きいものがあります。比較的小さい企業であれば財務健全性が少ないなかなか移転を受けることができない SME が関わることによってテクノロジー移転の市場の特性が変わってきます。市場の特性を 特に中小企業の特性を考えていく上で最終的なこのメッセージを発することができます。テクノロジー移転を SME に提供するための資金調達をする戦略これによって民間部門が活性化することが重要で私たちの早期の財務的な障壁に関する途上国先進国両国における調査によりますと 例えば不採及び株式取得の消費がありますそういった要因は一般的な機構投資に関して存在するものですまた途上国の中小企業が直面している障壁と国営企業が途上国で 直面していいる問題に違いがありますこのテーブルの細かい話はできませんが結論的には途上国の株式市場は適切なコストで今使うことができるにもかかわらず移行投資そのものはこの再建コストが高くなくてもそれほどコスト高にはなっていないということがあります。 以上です。どうもありがとうございました。有権君ありがとうございました。えー、まあ、まずはあの少し問題設定ということで、あのまず一つはですね、あの Q&A をですね、えー、最後のパネルセッションのところで、あのぜひいろいろと取りたいと思ってますので、ぜひそこまでにあのいろいろとですね、あの用意をいただければというふうに思っております。 あと発表資料につきましてはあのこの後と YGIS のウェブサイトにあの掲載をいたしますのでいろいろとまああの資料があると思うんですけどもぜひそちらの方を後ほどご参照いただければというふうに思います。であの有研究員の方からははですね、まあ、あのやはり 機構技術気候、えー、に関する、えーまあ、低炭素技術に関する技術移転というのはあのーまあ、まだ、あのー、いわゆる、えー、利益を生むのは難しいということを、まあ、まずは一つ指摘しているかというふうに思います。 続きましては、あの具体的なちょっと事例ということで、あの2つあの発表を予定しております。まずはじめにです、ね、中小企業の技術移転ということで、日本企業によるアジア中小企業への技術移転成果と課題といたしまして、前川製作所の北山様よりご発表いただきます。それでは北山様、よよろろししししいいいででょうか。それではよろしくお願いいたします。 皆さんこんこにちは前川製作所の北山と申します、えっと、今日はですねあの昨年ちょっとインドの方にヒートポンプを納入した事例とですねあとまあその、えー、まあ技術移転の課題ということで、えー、まあ簡単ですがあの説明をさせていただきたいと思います。 まず前川製作所なんですけれども、まあ、当社はですね、あのまあ国内60箇所で海外にですね、あの91箇所のですね、拠点を持っておりまして、あの冷凍機とかあのヒートポンプ、それとあのエンジニアリングなどを手がけている会社でございます。<laughs> でまあ、当社のですね、まあ、低炭素技術の,、まああの大枠なんですけれども、えっ、ー、とですね、まあ、 フロンとか、ね、そういう地球、まあ、温暖化とかにならないようにです、ね、自然冷媒を使ってです、ね、いろいろとマイナス100度からプラス120度ぐらいまでのです、ね、加熱までその辺をです、ねあのまあ、提供しているという技術でございますでこちらがまずはです、ね、低温技術の例なんですけれども えこちらは、えー、まずニュートンというです、ね、新しい冷却システムですねこれはあのアンモニアで、まあ、あの冷却したものを、ね、CO2、まあ、を冷やすことで,です、ねあのまあ、プロセスの方に、まあ、あの環境負荷のないものを送って冷却しようというシステムでございまして。 これの場合はですね R22 フレオンの22をですね入れ替えで約20%から40%ぐらいのですね省エネルギーが期待されるという実績がございます。で2年ほど前からですねアジアに向けてもですねこの辺のあの導入の展開をしておりまして最近ではのインドネシアの j c マン県で納入した例がございます。 で続いてですね加熱の方の例でございます。こちらインドの方で導入した例でございましてこちらちょっと詳しくご説明させていただきたいと思います。えっと、こちらの方はほ、ねえー、まあ2箇所に、えーまあ、あのヒートポンプを納入させていただきました一つは乳業プラント一つはチョコレートプラントでございますで導入技術はあの冷温水を同時に供給できるヒートポンプでございます。 でこれの用途はですね導入効果は化石燃料これをです、ね、大量に消費したものを削減するのとですねあのプロセス冷却に使っていた冷凍機これの電力の削減ということになりまして、まあ、CO2 の排出量削減だけじゃなくですねランニングコストの削減あとエネルギー消費量の削減が達成されております。 この中でプロジェクトとしてはですね、日本側からはですね、JICA、JST、あとアイジス、それと我々前川とです、ね、マイカーとあとインド側はテリー、あと SME、この辺のですね、あの2国間でですね、きっちりとして連携が取れてですね、体制を組んで導入したというものでございます。で導入まで,でですね、いろいろとちょっとあの道のりがあったんですけれども大きく4ステップございまして。 一つははまずは実施可能性調査これを実施しましまたでここではですねやはりあの日本の技術いくらいい,いいって言っても本当に理解していただかないと駄目だということでワークショップを実施しましてあのその辺のですねあの理解とあとコミュニケーションを徹底してまいりました。 で2ステップ目の詳細検査あのまあ調査なんですけれどもここではですねまあ実際導入するためのエンジニアリングを中心にですね実際どういう動かし方をしたら使えるのかとかですねあのまあ設置上の課題とかというのをクリアにしていきましたで3ステップ目としては実際にそういう調査をしたものをですね現地に導入しましてですねさらにまあ あの導入に至るです、ね、あの段階で少々範囲であるとか工事の内容であるとか抜けのないようにきっちりと計画を立て,て進めたというところでございます。で最後のステップでフォローアップこれが非常に重要だったんですけれども、えー、これはですねやはりあの日常使っていただくのは SME さんなんであの何か問題があった時にもう使えないっていう話になるとまずいのでですね 常にどういうところに注意して使っていただくのか何か起こった時の対策はどうするのかっていうようなこととですね、あとは実際水平展開ということでさらなるワークショップを実施しまして幅広いユーザーさんに理解をいただいたというようなことででございます。こちらが実際導入した例で写真でございます。 で技術移転の成果としてはです、ねまあ、実際にまあこのようなステップを経てです、ね、あの最新技術を SME に導入することができさらに期待された効果がまああの得られるということを確認できましたであとあのユーザーの方 SME の方でです、ね、日常点検も定期的に行っており、まあ、メンテナンスなんかもあの十分に対応できるというような仕組み作りができました。で あとはですねワークショップフォローアップを通してですね水平展開ということがですねあの期待されるというところにまで持っていくことが可能になりましたただちょっと課題もありましてですね今回のミッションの経験からするとですねやはりあの設備投資としてはですね本当に今必要不可欠な設備から実施したいというところで省エネルギーであるとかですね あのまあ、低炭素技術っていうのをあの、まあ、ユーザーの方が本当に必要なものとしてはです、ね、優先順位からはだいぶ低いところにあるというところがございますでさらに、まあ、最新技術に対する知見とか理解と、えー、いうのが、まあ、なかなか得られないとそれと、まあ、実際これを入れた場合ですね日本から最新の技術が来て本当に取り扱えれるのかそのあと、ね、維持管理大丈夫なのかとかですね あとは、まあ、あのコストですね、輸入関税であるとか、ですね全体の投資金額、あとまあエンジニアリング的なところで、どのようにハンドリングしてシステムを構築するのかというところが課題となっておりますで、まあ、あの今回の場合は、ですねその辺をですねあのどのように解決していったかというところなんですけど、先ほどご紹介したような、まあ、インドと日本のパートナーの存在ですね、これが非常に大きかったと言えます。 であと技術導入をですねワークショップを何度も行って徹底的に理解を得たっていうのも大きなポイントだったと思っております。あとまあいろんな課題不満あのリスクとかですねあの不明点をですねあの丁寧に調査をしてですねクリアにしていったというところもポイントだったと思っております。 あと、まあ、当社の方ではですね現地スタッフがいるんですけれども、現地2スタッフの連携であるとか、ですねあとバックアップ体制、あとフォローアップ、まあ、こういったところが、ですねまず初期導入として、実際こういう新しい技術を導入していくというところで、ですねうまくいった点ではなかったかと思っておりますで3番目にです、ね、あの今後、これをですねあの本当に根付かせるための課題というのをちょっと考えております。 で初期段階はあの先ほどです、ね、あのちょっとご説明したように初期導入が可能になった場合です、ね、あのまあ年10代程度はあの同じようなやり方で,です、ねまあ、可能なのかなと思っておりますが、まあ、あのやはり設備とコストであるとかあのエンジニアリング技術であるとか、まあ、サービス再生こういったところがどうするのかというのが課題になってこようかと思います。で次に 展開段階なんですけどこちらはです、ね、非常に重要なポイントだと思っているんですけどもやはりこの技術を根付かせるためには受け入れ側の方の国のです、ね、体制ですね本当にこれがビジネスとして成り立つんだという認識で,です、ね、どんどん,どん,どん、まあ、あの新たな企業がどんどんん進出してきたりです、ね、というのが大事ではないかなと思っております。 で3番目、拡販段階になりますとですね、まああの、コスト的なものもありますのでえあの現地製造体制であるとかですね、そういったものをですね、確立していかないと、まあ、なかなか根付かないであろうというところです。で、まあ、あの先ほどのいろいろな話をまとめますとですね、そういう初期の導入段階ではですね、そういう CDM、JCM などの活用というのが非常に有力ではないかなというところです。 あとはですね、まあ、あの設備投資消却の短縮化ということでですね、あのまあコスト面ですね、輸入関税の低減であるとかですね、あとまああの補助金のまあ充実とかそういったものが必要じゃないかなとで特にあの低炭素技術の場合はですね、そういう例えばヒートポンプだらヒートポンプという枠で話すのではなくてですね、その技術がやはりどれだけの効果があるかというようなラベリングですね そしてそのラベリングに見合った補助金導入とかですね、そういうものが充実していくとですね、非常に発展していくんじゃないかなと思っております。あとはですね、あの現地のあのやはりそういう専門分野の人材育成なんかも非常に重要なところであったりですね、あの現地側の積極的な投資っていうのも非常に重要じゃないかなというふうに考えております。まあ、以上であの私どものあの経験をもとにしたえっとちょっと発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。 北川様ありがとうございましたあの非常に具体的な内容で えま,あまさにあの経験をされたからこそ出てくるあのものでしてあの非常に参考になる内容で我々もぜひえこちらの内容をですねあの具体化をしていくことというふうに思っております。あの特にあのまあパートナーの存在ということもご指摘されましたけども次の発表はですねあの特にそのパートナーとしてえまあ現地での,あのフォローアップ体制ですとかあの具体的なあの技術の導入あとその後のモニタリングですとかそういったところも含めてえサポートをしておりますエネルギー 資源研究所、えー、工業エネルギー効率部門のダイレクターであります摂志、えー、様より、えー、特にその途上国におけるその視点という形で、えー、発表をいただければと思います。それでは摂志様よろしくお願いします。フィスカンティーダコディアム。 おはようございます。皆様、ギリシュセティと申します。主催者にアイスアップに招待いただきますことをお礼申し上げます。特にこのセッションに参加することができて、特に低炭素、有水転に関わるセッションに参加することができて嬉しく思います。私が非常に大事にしている中小企業の問題でもあり、私たちは、 実際の事例に取り組んできましたこの重要なセッションに参加することができて非常に嬉しく思います個性的なトピック技術移転は常に大企業に注目が集まることが多いのですがこのセッションは中小企業に焦点を当ててくださっています私のいただいた時間の中でまず最初にこの 全般的に中小企業の立場を明らかにし、具体的なインドの事例をご紹介します。エネルギー資源研究所がこれまで取り組んできたいくつかの事例、そしてそこからいくつかの要点を導き出したいと思います。まず最初にこの背景情報ですけれども、中小企業の状況です。まず 中小企業は世界で非常に重要な立場にあるといろいろなパラメーターを見てみても例えば経済成長や雇用機会あるいはその生産量を見ても世界中で中小企業は重要です。これが先進国であっても途上国であっても状況は同じです。さまざまな 統計によると世界に存在する企業数の95%は中小企業だと言われています日本などの先進国あるいは EU もそうですが95% 99%が中小企業だと言われていますその一方で小さい途上国バングラディスネパールなど多くの統計がございますがその統計を見るとやはり中小企業の需要度は高い 例えば雇用機会の提供能力中小企業で働く人が多いということです去年途上国インドでもそうですが問題が出てきていますこれは金融あるいは経済が停滞することによって中小企業が煽りを受けているということですではインドの状況ですが中小企業という言葉ができる前からもう何年も前から 中小企業は存在してい,ますいわゆるマイクロセクターこれは非常に重要な部門です非常に微細な小さい企業零細企業の部門が非常だ非常に重要だということですそれを全体的に見渡していく必要があります1億人が零細企業で仕事をしています一つの推定値では製造 品の45%はこのレー,ー企業を作っており輸出部門では40%を占めていますそして6000以上の商品を作っていますエネルギー集約度が高い部門であり非常に重要なのはこの中小企業のセクターにおいてエネルギー が生産コストの大きな部分を占めているガラスとか例えばレンガとかセラミックスとかあるいは乳業あるいは食品加工など生産量の中に占めるエネルギーコストが高いとエネルギー消費量が高いということですここを下げることができれば非常に役に立ちます200以上の産業クラスターが エネルギー主役度が高いということが分かっていますこれも中小企業多いクラスターですまた多くが古い技術を使っているまた技術の修練度が低いという特徴がありますエネルギーを削減することえ次のスライドからご紹介していきますけれども具体的な省庁インドの エネルギー小売賞などあるいは再生可能エネルギー技術賞などが取り組んでおります、まあ、そういった問題があるがためにこの部門が非常に重要ですインドは広大な土地を持っています全体のエネルギー生産コストの4割をエネルギーコストが占めることが多いと申し上げましたまた 修練度の低い人材が仕事をしている部門でもありますまた研究開発そしてあと2つの D&D d, d, d これは実証および普及展開こういった部門に対する答申が不足しています技術移転のプロセスを見たときに開発ばかりが注目されていますが 他の部分も欠損していますまた信頼性のある電力の供給が行われていないエネルギーコストが高いということも問題となっていますしまた技術を提供する側とこれは国内でも問題なんですが受け取る中小企業の間の十分なコミュニケーションのチャンネルがないということもありますし低炭素技術の多くがやはり食期コストが高いという問題があります。では 低炭素技術を中小企業で採用するための成功要因を考えてみたいと思います。インドの事例に基づいたものです。非常に重要なのは研究開発実証普及グリーン技術をこの4つの段階で進めていくということです。そしてその地域のレベルでカスタマイズすることが非常に重要です。こういったライフサイクル技術あるいはローカーボン技術を 導入する中でこれは非常に重要ですまた政策で支援することも重要ですアイジェスのバックグラウンドのプレゼンでも話がされましたように一番最後のスライドでご紹介したいと思っているんですけれども民間部門の役割が非常に重要です民間部門が重要な役割を果たすということです多くの技術は民間部門の中にあります ですから政策を促進するそれを支援するということも重要ですこれらもまたファイナンスへのアクセスも重要ですそして一度企業を開発するための地方の制度を強化することも重要ですこれは全部受け手側の問題ですつまり途上国側がこういったハイエンのテクノロジーをいかに吸収することができるか北からのテクノロジーを受けるための体制ということになります2つ事例をご紹介したいと思います この15年私たちが取り組んできたまず第一番目これインドスイス技術協力ですこれは中小企業向けの低炭素技術の促進を目的としたものですガラス製造企業の事例なんですが少量のガラス5トンとか4トンとか8トンとかその程度の日産生産量です多くの場合大企業大,大企業 ですと100トンとか500トンとかの生産量がありますがここは小さい企業ですのでこのテクノロジーはイギリスから提供されたものでイギリスが生まれたものですスイスの開発協力企業がインドに導入したものです同じような事例ですこれは別のユーこれも小さい規模のファウンドリーなんですけれどもこれは一つのテクノロジーの実証ともなりました22 40%くらいのベースラインに比べてそれくらいしか残りつかなかった技術の受け入れ最終段階の展開まで行いましてこのあと10年経って飽和状態につながるというものです。で次は低炭素技術日本からの移転の事例です。北山さん前からの北山さんがおっっしゃったようにに基本的には 電気ヒーターポンプの促進ガスヒーターポンプそれからソフトテクノロジー例えばコンプレッサーのシステムなどこれは共同プロジェクトとして JICOJST が協力してくださいました前川は民間企業のパートナーとして協力をいただいたものです実証の最初段階に入っております、まあ、最後のスライドなんですけれども一般的な フローーチャートを用意しましまたこの中でさまざまな流れがあります。技術移転のプロセス、まず左側見ていただきますと、提供側の企業、右側にあるのが受け入れ側の企業です。その真ん中にあるのが移転のプロセスということになります。A、B、C と流れがありますけれども、新しい生産能力につながるもの、例えば商品やスキル、ノウハウなどがあります。 しかしテクノロジーの背景にある地域、専門分野、そういったことも非常に重要であり、バックグラウンドのアイジェスの研究者の方の発表にもありましたように、うん、途上国がこういった技術能力を累積することは非常に重要です。このテクノロジーの背景にある地域を累積していくということが非常に重要になってくるわけです。ということで、え最後の私の結論になります。 最も重要な成功要因となるのはこの技術移転に関して言えばそのすべてのプロセス研究開発とそれから実証と最後の D ディプロイメントつまり普及・展開ですけれども実証だけでではダメなんですテクノロジーが長期的に展開され使われることもちろん移転コストが高いことはわかっていますが最後の D が重要です私たたちのの経験から言うとたくさんのテクノロジーが使えます。 多くな吸収すするチャンスがありま流出移住移転を途上国に対して行うという中で重要な部門をまず明らかにして状況のえその地方の状況に合わせてカスタマイズするということです。そしてえ財務支援長期的な中小企業の採用につながるような支援が必要です。つまり中小企業を相手にするということは長期 プロジェクトになるということです。ジャイカと科学技術振興機構のおかげで、そういったプロジェクトが今進んであります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。節さんありがとうございました。あの節さんのプレゼンテーションで特にあの R&D D の D の部分が非常に重要であるというご指摘がありまして、まさにその研究開発だけじゃなくて具体的にやはり実証を行ってそこからあの学べる点が非常に大きいと。 いいうご指摘だったかと思ますその中からやはりテクノロジカルキャパシティというふうに言及されてましたけど技術に関するノウハウが蓄積されていってそういったことが具体的な現地でのノウハウにつながっていくというご指摘があったかと思います。続きましては少しですね今度は資金という観点でご発表いただこうかと思います。 協力開発機構 OECD の環境局上級政策分析官であります川西様より特にあのグリーンインフラストラクチャー、まあ、これは低炭素のインフラストラクチャーも含まれる概念かというふうに理解しておりますけれどもそういうところへ具体的にどういうふうな形で民間投資を導いていくのかそういった観点から少しご発表いただければと思いますそれでは川西様どうぞよろししくお願いいたします。 Thank you very much indeed. ありがとうございます。えー、小白さん。皆さん、おはようございます。川西治と申します。OECD でシニアポリシーアナリストを務めております。今日はいかにして民間資金をグリーンインフラの投資に対して導入動員していくかについてお話したいと思います。グリーンインフラへの移行ということに関して、 これは中小企業も含めて、これが実現されれば大変なビジネスチャンスになりますが、技術移転というのは一つの側面であって、それによってグリーンインフラストラクチャというのが促進されるわけですが、その中で資金調達という側面についてお話ししてみたいと思います。私からは、この2つの要素についてお話をしたいと思っています。まずはいかに国内政策の枠組みを強化して、グリーン投資を 促していくかそして年金基金とかあるいは保険会社などこういった基幹投資家がそのグリーンインフラに対してどうやって投資をさせていくかということです。なぜこれが重要かといえば昨日玉木さんもおっしゃっておりましたがこのインフラに対する投資の決定というのが大変気候変動への取り組みの中で重要です。というのもどういった特徴どういうタイプそしてどこにその新しいグリーンインフラを作るかということによって 将来の我々の経済のレジリエンスまた気候変動に関してのその影響というのも変わってくるからです政府はその中で中心的な役割を果たすことになっておりますそれによって低炭素のレジリエントな経済を実現していくわけでありますが OECD としてはグリーン投資の政策枠組みとして5つの要素に着目いたしましたこれによって政府がその国内において その環境を整備することにより、民間投資を優備していこうというものであります。まずは、明確で、かつ長期的な戦略、政策上の目標を設定し、そしてそれに合わせて、その様々な政府の中のレベルにおいて、それぞれ目標を設定していくということ。また、政策エンセンティブを導入することによって、低炭素を気候にレジリエントな投資を促していくということ。また、適切な、その、 金融のさまざまなツール、手段などを使いまして、それによって民間投資を促しまた金融、資金のに対するアクセスを拡大していくということ、またリソースを開発するということ、そしてそのアクションに向けての能力を育てるということ、またグリーンな消費者やビジネスの行動、企業の行動を促していくということがあります。さて、私たちはここでその公的な金融機関に関して調査を行いました。 この検討の中においては、3つの中心的な役割が、こういった公的な金融機関について明らかになりました。まず第一に、長期資金に対してのアクセスであります。まず第一に長期的な資本を提供するというものです。例えばこれはエクイティ出資とか、あるいは融資という形があります。2つ目としては、プロジェクトリスクの軽減。例えば、その信用を強化する、例えば保証とか保険というような形で行うということが考えられます。そして3つ目としては、能力上のキャパシティのギャップを埋める。 例えばそこでは必要とされるキャパシティビルディング、能力醸成のために、その専門知識を提供されるギャップを埋めていくということがあります。で、途上国に関して、また新興経済国に関して OECD は、グリーンインフラへの投資に関してガイダンスを作成することになりました。これは政策決定者において、その 新興国においても投資上の障壁を撤廃し、それによっていかにして民間投資を再生可能エネルギーとか省エネ技術などを誘致していくかということがあります。そこで最近 i a が興味深い数字を発表しています。つまり今日投資される1ドル、その1ドルクリーンエネルギーあるいはクリーン技術に対して投資をすれば、それが何倍にもなっていくというものです。 でこちらに示しておりますのは政策決定者の側において投資政策としてどういったことに注目するべきかという分野であります投資の促進、円滑化競争政策競合政策金融セクターの発展そしてパブリックガバナンスであります。もう一つののののの作業の流流れれとして国際的な貿易の流れの中で特にその 太陽光パネルなどに関しまして、これがどのような形で、えー、国際貿易の流れの中でこれが移転していくかということがあります。ローカルコンテンツというのは必ずしもその地域における付加価値とかあるいは雇用という面において問題になるわけではありません。<本>それでは続きまして、えー、基幹投資家についてお話をしたいと思います。 OECD で行った主要なプロジェクトとして、基幹投資家長期投資を対象としたものを2012年より行っており、このプロジェクトの中の重要な要素としては、いかにしてよりよく基幹投資家を関与させて、そのグリーンインフラの整備を行っていくかというものであります。このグラフに示しておりますのが、グリーンインフラに関してのファイナンシングに関してありますが、ここで言わんとしていることは、何と言っても銀行というのが中心的であるということです。 そして5%ほどがノンバンク、例えば機関投資家などによって提供されているということが分かります。それが銀行が圧倒的なシェアを占めています。金融危機のあと、従来のグリーンインフラに対する資金源、つまり銀行とか電力会社とか政府などはさまざまな制約に直面しています。また 中小企業としても、金融機関の方が今、信用の、まあ、余信を制限するようになった、また債務を軽減しようとするレバレッジの解消に走っているということで、資金があまり得られなくなっています。で、このグリーン投資に関しまして、OECD の最新の投資により統計によりますと、OECD 諸国で83兆ドル、これだけの資金というのが年金基金などの運用をされております。しかしか あらゆる種類のインフラに対しての直接投資というのは1%にすぎませんで一方その中でグリーンインフラの投資というのはその1%のうちのさらに3%ほんのごく一部ということになります 最近の報告において私たちは政策決定者に対してさまざまな提言を行っています。いかにして機関投資家からの投資を促すかということに関して、まずは安定したかつ総合的な政策環境を整えるということが第一の要件です。これによってこそ投資家としても明確な政策メッセージを受けて予測可能性が増します。また政府の側において適切な その資金調達のビークルあるいはそのリスクをなくすような手段などを提供するということですこの最後のスライドですがここでは公的な資金調達のメカニズムがいかに機関投資家をこういったグリーンインフラの投資に誘致していくことができるかということを示していますこういった公的な金融のメカニズムの一つの役割というのは投資を今まで行っていなかったとかあるいは今の マーーーケットでではカカババきないいいうなリスクについてそれれをすするということこが考えられますた例えば保険というような形です。銀行からの貸し付けが今制約されている中で新たな形での金融仲介によって長期的な資金調達の,そのまた中小企業の側におけるその信用クレジットのニーズに応えていかなければなりません。最後に2つ申し上げたいと思います。まず第1として証券化です。これを改めて活性化させこれによって 資本を動員することができるようにする、中小企業やまた機関投資家への資金の流れを流動化します。また、流動化資産としては、特に証券化した資産というのは機関投資家にとって特に魅力的です。証券化というのはまた、これによって、そのクレジットリスクの移転のメカニズムにもなります。第2点としては、 金融分野における規制改革に関しては、特に慎重な検討によって、意図せざる結果を招かないようにする、つまりそれによって長期的な投資が干上がってしまう、中小企業への資金がなくなってしまうことがならないようにしなければなりません、つまり規制当局としてはむしろ、ノンバンクの金融仲介、こういったものを促すような方向に動いていかなければなりません、私からは以上です、ありがとうございました川西様、ありがとうございます。えー より OECD の,の政策研究の内容がまあ紹介されて今特に今後より重要になってくるこういったその気候資金といわれるえまあ資金をどのようにえまああのつくまあ回していくのかえそういった観点で,ですねやはりあのリスクの観点ですとかより長期的なあの投資えまたあま,あまだ非常に少ないえ額をどのようにやはりこう今後拡大していけるかという観点であのまあ今後ちょっといろいろパネルディスカッションのところで議論していきたいというふうに思います。 思ってますけどもやはりあの具体的に実証とかをしていく際にはどういうふうにやはり資金をつけていくのかというところが重要になってきますので、えー、まあそういった観点であの少し、えー、まあお話をいただけたかと思います。続きましてはあの今度はですね国際的なメカニズムとして今どういったものがあの動いていて、えー、まあそこの中から学べるものは何かという観点であの発表をお願いしたいと思います。 まずは気候技術センターネットワーク CTCN と呼んでますけれどもそれについて今アジア工科大学エネルギー研究の教授でありますショバカール・ダカール様からショバカールさんは実際にこの CTCN のオペレーションにも関わっておりましてその観点からもお話しいただければと思います。 皆様おはようございます。またご招待いただきまして、この重要なイベントに参加できて非常に嬉しく思います。感謝申し上げます。ショバカール・ダカルと申します。バンコクの技術アジア工科大学、バンコクの近くの大学で教訓を取っております。技術、気候技術センターネットワークは新しいインシュデテトで最近まだ始まったばかりの イニシアティブですがまあ、時間があまりありませんのでいくつかのスライドは急いで進んでいくことになると思いますご容赦ください最初のプレゼンテーションですでに話がありましたけれども技術メカニズムいくつかありますその中で出てきた重要なプログラムとして CTCN が出てきました UNFCCC の枠組みの中で 生まれたものですが新,新しいプログラムとして UNEP と UNIDO が運営しその他コンソーシアムのパートナーがネットワークの設立に関与しています簡単に CTCM の使命ミッションについてですけれども基本的には技術協力を促進することを目的としていますそうすることによって 途上国に対して技術移転開発を推進するというもので特定の途上国のリクエストに応じて技術を支援をするというものですまずいくつかの機能があります技術支援が1つもう1つが情報ナレッジそしてネットワークとコラボレーションが3点目ということで全く革新的な新しいメカニズムということができますこの CTCN の機能 構造を見ていただきますと全体の戦略ガイダンスこれは UNFFFC が提供しています COP の方から提供されますそこには技術実行委員会とまた助言委員会がありますそして下にネットワークがあり NDE というのがあります NDE というのは国が指定した機関 National Designated Entity という意味で この機関が CTC と協力するあるいはこの機関がこの機構技術ネットワークセンターに依頼書を送るそしてそれを通して支援が提供されているものです CTCN はコンソーシアムパートナーを有していますユネップリードその他の組織このように地域にアジアのみならず先ほどのスピーカーエテリーの方 言いましたけれどもテリーまた AIT もコンソーシウムパートナーアジアから参加していただいておりますがそれだけにとどまらず非常に大規模な世界的なネットワークとなっています93の ND 国ごとに指定された機関が既に存在します国のフォーカルポイントとなります世界中に存在しますこの数は劇的に増えております ネットワーク活動ですけれども特にこれが重要ですネットワーク活動によって地域の移転技術支援が提供されますその国の依頼に応じてこのネットワークが動員されるわけですベストプラクティスや情報研究経験が提供されるさまざまな活動まあ、3つあります 先ほど言いましたけれども、ナレッジの創生、技術支援、そしてキャパシティビルディング、これはネットワークを通じて行われるものです。また、認定された機関が CTCN ネットワークに申請して、ネットワークに加盟することができ、ネットワークを通じて、途上国に支援を提供することが可能になります。 ではテクノロジーとは何なのかという疑問があります。CTCN の観点から申し上げますとテクノロジーというのはハードソフト基本的には組織の地域基本的には資金共有メカニズムというよりもテクノロジーの支援テクノロジー支援技術支援というのはサービスやその専門地域そういったものも必要になります。でも資金共有メカニズムではないという点は 理解しておく必要があります技術支援そのものですが技術支援というのはどういったことを意味するかというと例えば技術支援あるいは推奨というのは技術のニーズを明らかにする具体的な技術を対象にする関連する障壁を明らかにする実証実験展開をするということでツールや手法必要なものも明らかにすることを困っています。 ですから政策実施キャパシティビルゲンム含めてこの技術支援に含まれることになります正式にはアフガニスタンチリコロンビアからコロンビアは2件ありますホンジュラスイランパキスタンからも8件の公式の依頼をいただいております CTCN がすでに受け取った依頼ですまた議論協議も進んでおりまして最初のこの依頼 が入ってきていますけれどもこの中で CTC のどういった依頼を受け取ることができるのかということがだんだん明らかになってきましたそれをベースしてそれぞれ NDE が指定されるプロセスも明らかになってきますでは私たちのデリバリーのプロセスですけれども NDE まずこの国の指定されている機関が 各国の依頼を私たちに送付します。その依頼、リクエストはいろいろあるんですけれども、非常に簡単なもので、簡単に対応できるもの、クイックリスペッツがあります。それに対しては、依頼専門家チーム、リクエストエキスパートチームが実施します。ネットワークの中で、適切な専門家を明らかにして、早急に対応されます。また、モニタリングなど、プロセスが必要になる、 ものもあります。国の依頼に基づいたリクエストで私たち CTCN がそれをベースに支えすると支援すると今です。長期かかるものはリスポンスプロジェクトとなります。これが私たちの技術支援なんですけれども、金銭的には5万ドルから25万ドルぐらいの。 価値のの活動の提供となりますこれによって特定の依頼リクエストをもらってその国の中の大規模な行動が開始できることが望ましいと考えています。例えば5万ドル未満であれば予算が小さいものはクイックリスポンス短期で対応そして5万ドルから25万ドルのものはリスポンスプロジェクトとなります。CTCN は NTE のみと連絡を取りますつまり国ベースの国指導型のプロセスということですつまり国の支援、えー、要請によって動きます要請を優先順位付けしまたその要請そのものは国の政策と一致するものでなくてはなりません、えー、NF の技術評価プログラムが始まっていますけれどもその中で TNA のレポートのニーズを明らかにするこれを出発点とするつまりどういったニーズがあるかを見てその優先順位付けをするということです。先ほど申し上げましたように重要な要素の2番目ナレッジ管理ですナレッジ管理のためには CTCN はさまざまな情報技術情報をまとめています。 ナシステムにそれを入力しそれが全ての人がアクセスできるようにし技術・エコ技術を使う人たちにアクセスできるようにしています実際にそこに行って地域ごとあるいは技術ごと部門ごとにデータベースをナビゲートし検索できるようにしています。また C すする時にネットワーキングを使います例えば国際地域フォーラムワークショップなどもそのネットワーク作業活動の一環として行っています。では途上国にどんなメリットがあるのかとこれは個人的な試験でもあるんですけれども私の考えでは途上国が 先進国によって支援を受ける一つのプラットフォームとなりますまたこれは一つのショーケースとなるネットワーキングのショーケースにもなりますまた南北あるいは北から南への学習交流の機会でもあり同時に技術の理解途上国の技術ニーズを理解するチャンスでもあるこれは私の個人的な見方ではありますけれども 途上国のみならず先進国にもメリットがあると考えていますえ最後のスライドですこれまでどんなことが活動されてきたかということですけどもまず特に地域におきましてすでに NDA が指定されましたその数は増えていますそして先ほどのスライドにありましたように技術支援要請がアジアの NDA からすでに提出されています CTCN と多くの NDA はその要請についてすでに コンタクトを取っておりましてそういった要請を検討中です物理的な交流も NDE とネットワークの間に存在しますしまたすでに能力情勢ワークショップも行われていますサンプルリクエストというものを作りますこれは初期の NDE 向けのガイダンスとなりますこれを見て d はどうやったらその要請を準備できるかが分かります また、技術情報については、アジア技術研究所 AIT とテリエネルギー資源研究所がコンソーシャのパートナーとなっております。また、既にアジアのあるいは地域の組織に対して招待状が発送されました。バイオナスとか日本、あるいはインドネシア応用技術研究所などが、既に ネットワークの会員になっていますので皆さんもぜひメンバーになっていただいて CTCN の目的である途上国支援に携わっていただきたいと思いますありがとうございます小川川さんありがとうございましたえー、まあ小川川さん,あのさんのはまさにあのアジア工科大学で、えー 教えられていまして、でこのアジア工科大学がこの CTCN のあのコンソーシアメンバーということでアジア地域を担当としてこのメカニズムを具体的に支援するメンバーとなっております。その意味であのまさにあのま日本も含めてあのアジアで具体的に技術移転を行っていくあのまキーとなるところになるかというふうに思います。 でまああの繰り返しになりますけどあのそういう意味では非常にこの各国の自主的な活動が重要となりますし、えー、また、あの あのこの CTCN は特にあのノレッジメカニズムというふうにあのおっしゃってましたけれども、具体的な知識ですとか、技術的なあの調査、そういったところをより支援していくというところになってますので、ああこれまでの発表にも出てきましたけれども、実際のやはりその知見をですね高めていくこと、人材を育成していくこと、やはりそういったところにより活動が行ってくるのではないかというふうに考えておりますますたそのあたりも後ほど議論ができればと思います。 続きましては今度はですねあの二国間クレジット制度に関しまして実際に実務を担当しておられる方からご発表いただきます。 まずはあのベトナムにおける二国間クレジット制度としまして、ベトナムの天然資源環境省で課長を務めておられます連国トゥアン氏からトゥアンさんからご発表いただければと思います。トゥアンさんはあの実際に事務局この JCM の事務局の事務局長を務めておられます。それではトゥアンさんよろしくお願いいたします。 <Good> morning. おはようございます。まずは主催者に対してご招待くださったことを感謝申し上げます。この重要なイベントに際しまた今日は皆様に JCM に関してベトナムにおける状況をご紹介できることを嬉しく思います。今日の内容ですがまず。 ベトナムにおける JCM の現状に関して、またプロジェクトパイプラインがどうなっているのか、また JCM には技術移転やプロジェクトへの資金調達に関してどのような優位性、メリットがあるのか、そして関連した問題について触れてみたいと思います。まず現状についてお話しする前に一つ申し上げたいことがあります。ベトナムというのは気候変動に対して脆弱な国です。特に海面上昇が問題です。 そこで私たちはさまざまな努力によってこの地域の責任ある一国として気候変動の取り組み気候変動に対して取り組んでおりますまた経済の再編を図りそして低炭素経済へと移行しようとしておりますさて JCM の現状についてお話をいたしますと ご承知かと思いますが JCM を実施する上での協力合意というのが日本ベトナム両国政府によって2013年に調印されましたそしてこの合意調印の後共同委員会が日本とベトナムの間で設立されました今までのところ 回回回の会合がが開かれれていまます1回がベトナムもう1回は日本で行われましたそしてこの2回の会合を経て我が国の首相がパイロットプロジェクトの実施に合意いたしましたそして JCM プロジェクトの管理にあたって JCM プロジェクトのベトナムにおける管理に関してこのサーキュラーを作成しております。 そして8月にはそのステークホルダーも含めまして会合を開くことになっておりますそして IGES とかあるいは o c c といったような日本において JCM を促進しているこういった日本の機関や組織と協力しておりますでまずどのようなプロジェクトがパイプラインにあるかといいますと 28の FS と DS のプロジェクトに関して両国の、ま3えー、企業界、えー、民間企業がこれを行うことに合たしました。で、プロジェクトとしてどういった分野が取り上げられているかといいますと、廃棄物管理、処理、また土地の利用と森林、林業に関するもの、最も重要なのは工業および省エネ、効率です最後が交通運輸です。 そして、えー、共同委員会が今年の2月日本で2回目の会合として開かれた後4つのプロジェクトをパイロットプロジェクトとして実施することに双方が合意いたしましたそれでは次に JCN プロジェクトはどのような優位性があるかということを話したいと思いますもちろん JCN プロジェクトというのは我々の期待としては これによって日本から資金及び技術名での支援をベトナムの企業向けに特に中小企業を対象として得られるということを期待しております。それからもちろん日本からの金融及び資金や技術の支援を得て技術の改革を行いこれによって 経済の効率を高め競争力をさらに高めていくことができればと考えていますすでに申し上げましたが今私たちが注目しておりますのは経済を再編するということですその中で低炭素技術が日本から導入されれば我が国において低炭素経済や緑の成長を実現する上で大いに貢献すると思われます 一つ大変重要なのはこの JCM のプロジェクトから期待することとして雇用創出につながりまた環境の質を改善しまた地域社会や企業においてその意識を高めまた能力を高めるものになってほしいということです次に JCM に関して関連する問題がどういうものがベトナムにおいてあるかといいますとすでに申し上げましたように 私たちは日本の関連する機関や組織、例えばアイジスまた OECC などと協力をして、まずは JCM をベトナムにおいて実施しようとしております。そして、まずはこの最初の段階として JCM のプロジェクトにどういった主体が参加するのか。 そして次に、この JCM プロジェクトを実際に実施していく中で、共同委員会、また事務局の側においても能力を醸成していかなければいけない、能力を高めていかなければいけないと考えています。また JCM に参加することが期待される関係者において、トレーニングのワークショップを考えています。 企業側からもぜひ JCM に参加したいと思われているようなところからこのワークショップへの研修に参加してほしいと思っておりますしまた JCM の情報や知識を関係省庁や地域社会やビジネス界にも広めていきたいと思っていますというのもご承知のとおり JCM というのは我々にとっても重要ですこれをもとにもっとこのメカニズムに参加を拡大していきたいと思っています ま、そして、まずは企業からの参加を促していきたいと思っています。最後に申し上げたいことですが、JCN プロジェクトというのは、我々にとっても大変重視しているところであります。というのも、これが、我々の気候変動に対する取り組みに貢献することが期待されているからであり、また、我が国の競争力え、経済の競争力を高め、 また、民間や地域社会からの参加を気候変動に対しての取り組みの中でも促していくことができると思っています。また、JCM に関してどういう機会や可能性があるのかについて検討していきたいと思っております。この JCM というのはベトナムの既存の政策とも合致するものであり、というのも今、我が国は経済を低炭素経済、そしてグリーンの成長へと 今再構成ししようととているところだからですえまた政府及び企業レベルにおいてベトナムと日本の間での協力をさらに高めていきたいと思っています。もう一つ重要なのは我々としてはこの JCM を使って温室効果ガス排出削減に大いに寄与するということが期待されまた可能性もあるわけですがただ JCM というのはまだ我々にとっても十分な経験がないものであり

Can be provided through もちろん一方として、あの非常にその人材育成ですとか、能力構築、あのそういったところがあの非常に重要な点であることも最後にご指摘がありました。 続きましてバングラデシュの方からですね、二国間クレジット制度につきまして、バングラデシュの環境森林省、環境局の課長であります、モンスール・アランシス様からご発表いただきたいと思います。アランシスさんは、合同委員会のまた委員でもあります、ですので、まあ、そういった方々からこの二国間クレジット制度の現状につきまして、ご報告いただければと思います。So, please. おはようございますまずは主催者の皆様、i g ェ s の皆様にこの重要な会議にご招待をいただき、我々の経験を皆様と共有することができること。 バングラデシュの BOCM について話をすることができること非常に嬉しく思います。モンシュラル・アラムと申します。バングラデシュ環境森林省環境局のディレクターをしております。バングラデシュはアジア南部の国です。皆さんご存知のとおり気候変動に影響を受けやすい国の一つです。地理的にユニークな立場にあります。 実際に中州にあり国土の80%が氾濫源ですそして人口密度が非常に高い1平方キロ当たり2045人となっています災害が多発し自然災害に人々は危険にさらされています自然資源をベースにした経済で国が成り立っています私たちは一貫して経済成長を GDP の成長率はおよそ6%で経緯しています。また年間の輸出による収益は240億ドル外貨準備高は210億ドルを超えています。BOCM の目標ですけれどもまず低炭素技術を普及させることそしてそれによって持続可能な開発に向けた 緩和行動を実施すするとということですまた GHC ガスの排出量を減らすそのための評価をするということでもあり特に日本の排出削減目標を実現するためにこの BOCM を使っていただくこともできます。 また、えー、この排出削減や排出回避のグローバルなアクションを支援するため UNFCCM の下で究極的な目標に資することができると思っています。えー、日本国政府と私たちは2013年2月に覚書を交わしました。共同委員会が2国間で発足しましまて 2013年はバングラデシュでしてそしてもう1回2014年は日本で開催されました共同委員会はすでに関連する手法手続き計画ガイドラインについての承認を終えていますこの共同委員会が第三者エンティティ BOCM のプロジェクトの第三者の指定に手がけているところです前回の会議では 共同委員会は2つのパイロットプロジェクトを承認しました1つは、えー、無償製レンガ製造技術に関するプロジェクトもう1つは高効率、えー、もみがら高、えー、ジェネレーションですまだこれは承認はされていないんですがソーラーパワーの発電、えー、長期保存型バッテリーの非電化地区への導入も提案されています こういった美容師をベースしたバングラデシュにおける流通移転については多くの政策が既に進んでおりますし戦略や規制も進んでいます緩和に関する法整備が進んでいるところですバングラデシュは緩和は義務ではないんですがバングラデシュは気候変動戦略行動計画を2009年に打ち出しましたその中に緩和というのが 一つのパイロット部門としてて取り上げられていますすでに再生可能エネルギー政策は2008年に作成しております。また中間行動計画、これはエネルギー効率保全改善中間行動計画になるんですが、これ2013年に採択しました。バングラデシュはエネルギー規制委員会法を2003年に決議しています。また持続可能再生可能エネルギー開発局法、これを2012年に 採択しています。また、エネルギー効率、えー、保全法、二千十三年に草案ができております。ミオシエム技術移転の優位性ですけれども、日本は。バングラデシュの大きな開発パートナーとなっています。バングラデシュの資金供与をたくさんしていただいております。日本の。 技術はバングラデスでは市民なら非常に人気が高く特に低炭素技術に対して大きな支持があります BOCM は非常に優柔性が高く CDM に比べてシンプルです CDM の手続きは皆さんご存知のように非常に複雑であって炭素市場もあまり使われておりません bocm のプロジェクトが cdm に変わる手続きとして、今バングラデシュでは注目を浴びています。投資に優しい政策がバングラデシュでも導入され、多くの日本企業がバングラデシュに投資するようになりました。バングラデシュの例えば輸出手続き。あるいは外国直接投資などが規制緩和され、何社かの日本企業が投資を進めているところです。 バングラデシュ首相が日本に来たときに共同宣言を出しました。2人の首相がバングラデシュにおよそ600万ドル提供されるということになりました。 バングラデシュの緩和重点部門として発電、送電、配電、それからエネルギー回収を、えー、廃棄物、処理所で行う、そして輸送、道路、鉄道、水、エネルギー主約産業、これは官民両方です。農業部門ですでにパイロットプロジェクト進んでおります。住宅商業地区天然ガス でまあ、調理用のガスを提供するビルへのガスの提供またタブ部門にわたるオプションとしては例えば圧縮レンガというね、これはパイロットプロジェクトの一つになりましたその他空洞レンガボイラーなどもあります再創可能エネルギー再生可能エネルギーについては、えー、太陽光エネルギーやバイオマス風力エネルギーなどが挙げています TOCM の技術移転あるいはファイナンシングプロジェクトの問題点としてやはり BOCM の事務局の能力の問題が十分ではない共同委員会のメンバーや民間企業がもっと強化しなければなりません。i ジェ s と今キャパシティビルディングプロジェクトについて議論を進めているところでこれがうまくいけばいいなと思っているところです。<music> 当初は非貿易品のメカニズムとして書かれていました。しかしか メカニズムをあるいは j c m のメカニズムを UNFCCCM フォーラムの中で今交渉が進んでいるところでもしかしたらこの貿易品にも使えないかとそうすればバングラスの投資が さらに市民の雇用機会の拡大につながるのではないかと思っていますどうもありがとうございましたモンスルール・アラン様ありがとうございました 発表の中で BOCM というの言葉が出てきましたけれどもこちらはバイラテラルオフセット・クレディット・メカニズム日本語でいうと二国間クレジット制度ということで同じ表記なんですけれども英語でバングラデシュのほうは BOCM という呼び方を知っておりますベトナムの方は JCM ということでジョイント・クレディティング・メカニズムと言っておりますけれども内容としては同じものを指すことになります。 そうしましては、あの続きまして、えー、パネルセッションに移りたいと思います。パネリストの皆ささんは壇上上にお上がりください しましたらあのパネルセッションはですねちょっとあの今回少しこう横にあの席で並うて、えー、まあ,あの少し活発な意見交換をしながらまたあの会場の皆さんからも質問をいただきながらあのより具体的な内容を話していければなというふうに思っております、えー、でままあ、パネルの皆さんもあのそれぞれのご専門もありまして、えー、ちょっと方があのこちらから紹介をさせていただきます、えー、まずは、えー、一番こちら向かって左側、えー、国際協力機構、えー、ジャイカ地球環境部気候 変動対策室兼環境管理グループ長の森様ですよろしくお願いします、えー、続きまして、えー、国立環境研究所社会環境システム研究センター、えー、総合評価モデリング研究室、えー、主任研究員でいらっしゃいます花岡様ですよろしくお願いします、えー、こちらはあの先ほどご発表いただきました、えー、経済協力開発機構の、えー、川西様ですよろしくお願いします 続きましてこちらがアジア工科大学エネルギー研究准教授のショバカール・ダカール様です。 でこちらのほうがです、ねあのまあ、資金調達と技術移転という観点で、えーまあ、先ほどは少しこうあの技術移転に関する内容と資金という形でそれぞれ発表があったかと思いますけどもう少し具体的にです、ね、その内容を合わせた形のディスカッションをしていければというふうに思っております。で続きましてこちらのパネルの方がです、ね、よりあの今回少しこのマッチメイキングというタイトルをつけさせていただきましてより具体的にあの技術移転を進めていく際にどういうふうにやっていく いいのかという観点で、えー、少し話をしていければと思っております。まず私のあの隣のですね、えー、からご紹介させていただければと思います。東京大学公共政策大学院、えー、客員研究員、また、えー、電力中央研究所の主任研究員であります、えー、上野様です。えー、上野様、まあ、この分野のであの著書もありまして、えー、特にあの環境技術という観点で、えー、あの研究をされております。 ええまあ続きましてえっと隣にマイカ製作所東広島工場ユニモ事業化部門営業グループのリーダーを務めていらっしゃいます北山様です。先ほどあの発表ありがとうございました。続きまして先ほどあの発表いただきましたバングラデシュの環境森林省環境局課長合同委員のメンバーでもありますモンスールアラン氏様です。 でえー、隣に、えー、おられますのがエネルギー研究、えー、資源研究所工業エネルギー効率部門ダイレクターでおりますギリッシュ設置様ですあの。先ほどもあの発表ありましたけれどもアギリッシュさんもあのこの分野特に技術移転特に中小企業の技術移転をどう進めるかという観点で長く研究をされております。そうしましては、えー、ここからはですねあの、まあ、せっかく海外の方もいらっしゃいますので少し英語でやらせて頂ければというふうに思います。 そ,うそれでは初めに技術移転と資金調達ファイナンシングというセッションでまずは問題提起をしたいいと思います3つの質問を用意してまいりましたもちろんこの3つに限られる必要はないのですが最初にまず考えたいのはえどういったその資金調達の手段 あるいはモダリティであれば民間資金を中小企業向けに動員することができるか誘致できるかということです。デモンストレーションプロジェクト実証プロジェクトというのがそういった経験を得ていく上でもまた知識を獲得する上でも重要だと考えられるのですがそれではいかに資金調達を行って実証プロジェクトをサポートするかという観点から森さんにお願いをしたいと思います。できれば そういったテーマも含めてお話をいただければと思いますので、森さんからどうぞ。ありがとうございます、議長。私からは2つのメッセージを発信したいと思っております。こういった議長からの問題提起を踏まえまして、まず最初に、1つの助言として、国内の 資金市場、金融市場を動員することができたら良いのではないかと。それをもって低炭素技術の促進を中小企業の中でも行っていくことが好ましいと申し上げたいと思います。というのも中小企業が資金を直接海外から得るというのは現実的に難しいです。ですから国内の金融市場をまあ活発化させ、そこから資金を得るということがまず重要です。二つ目としては継続的に 意識啓発活動を中小企業、特に刑事向けに行っていくということが重要です。低炭素技術というのは重要であり、また、えー、中長期的にはそれがむしろ好ましいのだということ。これを、これを意識を啓発していく。また、その技術を改善する。 低炭素技術を促していく中では、情報というのも重要です。例えば JICA のようなところ、こういったところが、こういった意味で、その発展の可能性を含んでいると思われます。そこで JICA での経験をご紹介したいと思います。どういった形で SME に対して、中小企業に対して支援を行ってきたか。 エネルギー効率、省エネ化ということに関連して、インドの中小企業を対象にしたものですが、このプロジェクトは、長期融資を低金利で提供しようというものでした。これは中小企業向けで、省エネ関連の活動に向けるというものでした。そして、この場合には国内の金融制度を活用いたしました。二つ目としては、技術支援を行う。 特にこういったエネルギー効率、省エネとか技術,技術情報に関しては、意識を高め、またそれを中小企業の間で共有していく。また、中小企業の方でも参照できるような、その有望な省エネ関連の技術、機材について、これをリストを作成するということ。また、金融仲介機関となり得るような金融機関とか銀行とか、こういったところに関して、 そののの評価のためのトレーニングを行っていいくととうことです SIDBI というのが重要です。これは、インドの中小企業向け開発銀行です。これは政府の銀行で90年に設立されました。100以上の支店をインド全土に持っております。そしてここが中小企業の支援を行ってきました。 さまざまな中小資金調達スキームを通じまして行っているわけですが JICA もこれを通じてこのまず銀行に対してコンセッショナルローンを行う提供いたします。これを 中小企業に対して貸し付けることで、そのエネルギー効率に関連したビジネスを拡大していこうというものです。SIDBI に対して、長期融資。これは15年間での返済期間を持ったもの。0.3%という金利で、これは円建てのもので、これを JICA から貸し付け。そして SIDBI が、その国内の金融市場と比べれば、やはりその借りやすいような 条件をつけ5年から10年での返済といったような条件をつけてその資金の貸し付けを中小企業に対して行いますでエンドユーザーすなわち中小企業ですが、えー、3000社以上がこのプログラムを利用しました自動車医療食品加工鉄鋼医薬品印刷などが対象となった業界です そして省エネに関しての意識の啓発ですがもうほとんど毎月3年間にわたって業界団体などを通じあるいはその公認会計士またエネルギー監査を行う人たち向けの技術情報セミナーなどを通じて意識の啓発を行いましたそしてこれによって平均で35%の省エネ化が実現できました。 でこれは第一段階ということで、これを将来的には拡大していきたいと思っています。そこでは、いかにしてビジネスマッチングを行っていくか。つまり、インドの中小企業と日本の企業との間でのマッチングを、マッチメイキングを行っていこうというものです。えここで対象となるのは中小企業だけではありませんえ。省エネ機材を中小企業に提供できる会社が重要です。また、 中小企業の製品、商品を購入する企業も関わっていかなければなりません。そしてさらには初期の段階において中小企業にえを対象としていた金融機関なども含めていかなければなりません。そして技術面での協力などを含めて中小企業やその他のステークホルダーに対し省エネビジネスに ますます参入するようにそのためには技術技術情報に関してのセミナーやまた研修ツアーなどこれを技術援助ジャイカからの技術支援という形で行っていこうと考えています森さんありがとうございます地方の地域の金融機関と連携するということは一つ重要なポイントだと思いますここにも示されていますように この連携という考え方それから地元の資金共有団体との連携そこから資金調達を行うことも可能です次の問題はどういったタイプの政策や制度を途上国で作れば中小企業に低炭素技術の技術移転が動員できるかということなんですが。 花岡先生にお聞きしたいと思います公立環境研究所の花岡先生先生の経験と研究をベースにどういった形で政策をこの中小企業の譲り手に生かすことができるでしょうか議長どうもありがとうございますそしておはようございます私花岡と申します私自身がそのこと質問に直接答えることができるかどうか分かりませんが 今朝プレゼンを聞いておりまして3つのポイントに気が付きました一つはどうして技術移転をしなければならないのか私たちは温暖化ガスの排出をこれから下げなければなりませんコペンハーゲン合意が2009年にありましたように多くの政策決定者が二度目標 二度以内に温度上昇を抑えようということで合意しました基準年は産業革命前となっていますしかしその代償は非常に大きなものです i、e、a の報告によりますとそのコストは非常に大きなものになるということで 1>, 1炭素トンあたり2億ではなくて今は4億と言われるようになりました現在の炭素価格から言っても非常に高いものになりますその目標を実施するためには大規模な緩和策が必要でありそのために今後もっと途上国に対して技術移転を促進しなくてはなりません そういった意味でこの点が非常に重要です2番目の論点は市場規模技術移転の市場規模と予算の規模ですサティさんがおっしゃったように中小企業のいる市場規模は世界の生産量の95%を中小企業が占めているということでしたイユヤに日本においては中小企業は その市場の規模は全体の99%に至るということです大きな市場があるということなんですしかし川西先生 OECD の方がおっしゃったように私たち資金も戦略もあるのにその予算は限られているそこで基準を考え出す必要がありますどのプロジェクトを私たちは支援すべきなのか どのプロジェクトはサポートできないのかその基準を考える上での要点がいくつかありますまず1点は緩和可能性ですたくさんの可能性潜在性があるのであれば支援すべきである,あると2番目は財務的な側面ですこのセッションのテーマの一つでもありますこの基準を 例えば内部収益率で考えるのであればこれが高いのであれば民間部門に対して自主的に行動するとかあるいは政策制度によって支援を要請することができます。しかしか内部収益率が低いのであれば ただ社会に大きな影響が期待できるのであれば資金支援を考えるべきです。例えば CDM のプロジェクトもしご興味があれば i ジェ s のウェブページをご覧ください。i ジェ s のウェブページには CDM プロジェクトと投資分析のデータベースがあります。 炭素価格なしで内部収益率は低くなってしまいますが炭素価格まで配慮するとプロジェクトの中には十分な内部収益率を上げられるものがあります。例えば10%以上も可能です。 そのようなプロジェクトを私たちは資金的に支援すべきだと思っています。最後の論点は障壁です。政策協調協力です。李先生ベトナム先生とバンガラーシスのアラームさんがおっしゃった説明された。 土壌国と日本の直接協力 JCM プロジェクトですがまた前川の北川さんが触れておられたようにプロジェクトの中には民間のプロジェクトがあり 日本と途上国の直接協力の枠組みないものがありますこういった民間のプロジェクトにも支援が必要です CTCN のようなシステムが適用できるかもしれませんこれについてはダカール先生がご説明くださいました私のコメントでした以上ですどうもありがとうございます花岡先生時間も限られておりますが 管理さんんかかからフォローアップをいただききましょうかどんな制度を見すべきか少し先ほど機関投資家例えば年金基金などに触れましたここにも大きな可能性があるファイナンシングの可能性があると思うんですがそういったチャンスどうやったらそういった機関を投資家をうまく 使って技術移転新しいプロジェクトの資金調達を実現することができるでしょうか ?CTCN 柴川さんからもお話をいただきたいと思います。幅広い視点でコメントをいただきたいと思います。また技術的な支援とかナレッジ の提供者としての役割にも触れられましたのでその視点から CTCN はどうやったら支援が可能でしょうかつまり技術移転の促進それから資金調達の促進について少しその可能性将来の可能性についてありがとうございますコアクツクさん。 森岡さん森さん、花岡さんがとてもいい点を指摘されたと思います私もその中の重要な要点をいくつか抜き出してみたいと思います金融機関ということで言えば小アクツさんがおっしゃったように私も特に機関投資家がどれだけのポテンシャル可能性があるかということに関してつまり機関投資家がこのグリーンインフラへの投資を積み上げていく上での 可能性ということを考えてみたいと思いますまた証券化という手段を使ってこれをもって代替的な資本市場を中小企業向けに作っていくそして長期的な資金調達に使うことができるのではないかと思いましたそこで3つ申し上げたいことがありますまず第一に証券化の市場が 予想通りの機能をするためには、まず証券化向けての壁、これを考えなければなりません。商品の標準化ということがまずあり、またデータの透明性の問題もあります。つまり関連する十分なデータが投資家に与えられることによってこそリスクの定量化ができます。どれくらいまでリスクがそれぞれのプロジェクトや、また投資に関わってくるのかということが評価できます。こういった意味でもう一つ申し上げたいのは、森さんがおっしゃったこと。 つまり国内の金融市場の重要性です。証券化というのは深くかつ流動性のある債券市場が必要条件となります。ですから、例えばこの国内において長期的なその満期、まあ、を持ったようなまず国債の 市場ととというののベンチマークのマーークケットとして設けることが重要ですアジア危機の時にはアジア諸国が一緒になってアジア債券市場を作りました。これが正しい方向だと思います。ですからアジアの諸国においてもうすでに基盤は整っていると思います。その上で証券化を中小企業向けにまた技術移転のために役立てていくことができると思います。 次の点は、花岡さんがおっしゃったことに関連しております。つまり、その内部収益率ですが、おっしゃるとおり、投資家は、ただ単にグリーンだからというだけでは投資をしてくれません。つまり、リスク調整後のリターンというのが、投資家にとっては重要です。どの会社あるいはどのプロジェクトに対して投資をするかという決定を行うにあたって、 そういった意味で政府の政策や政策手段これが大変重要となってきますどの程度までまたいかに適切なインセンティブ誘因をその対象に対して与えるかそれによって環境関連の技術の普及に役立てていくかということを考えなければなりませんありがとうございました以上です最後の私のスライド またた出ししてていただい,てもいいいだもでしょうか時間かかるようでしたらいいんですけれども CTCN 先ほどプレゼンでも説明しましたけれども幅広い分野をカバーさまざまな側面の技術の展開それから開発移転までそれからこの資金調達も非常に重要な部分なんですが先ほど申し上げましたよ、ね、うに CTCN はあのファイナンシャルメカニズムは担当していないんです。 c t c n が行うことは基本的には大きな効果を出すための刺激を提供するものであり私の意見ではマッチメイキングと言ってももいいかもしれません最後のスライドの一番最後のスライドを出していただけますか一番最後です。じゃないです一番 これは CTCN サービスのピラミッドとなっていますこれはあのお見せしなかったんですけれどもまず技術支援の要請があって技術的な問い合わせを専門家には行う質問を出すそして CTCN のとってヘルプデスクがありますのでそういった質問に CTCN から答える NDE からの要請があれば情報の検索もします。 こういったところが領域になるんですけれども CTCA にはそういった意味でさまざまな分野のサービスを提供することができると思っていますまだ初期の段階でこれからもっとたくさんの要請が入ってくるんだと思いますがどういった要請が出てくるかどういったサービスが要請されるかとかでわかればえー、国別国志向のボトムアップの システムですのでその後でその資金教育ということは考えられると思いますまず持続可能なより大きな拡大努力へと進めていきたい CTCN はまあ今後の可能性としては資金調達ということもありますけれども以上ですあんまりしゃべっちゃいけないと思いますどうもありがとうございます時間もなくなってまいりましたし またパネルの最後にはフロアから質問も取りたいと思っておりますので2つ目の質問に移りたいと思います。まあ、つまりどういう形でマッチメイキングの戦略を作っていくことができるかということで2ラウンド目で今度は上野さんからお願いしたいと思います。上野さんはどのようなアイデアをお持ちなのかどうやって技術移転を行うことができるとお考えなんでしょうか。ありがとうございます。 では私の方から3点挙げさせていただきます,時間,がありますのあ時間がないのであの、日本語で発表させていただきます。指摘したいんですけれども、第1にマッチメイキング、テクノロジーのプロバイダーとテクノロジーのレシーバーのマッチメイキングということだと思うんですけれども、あのそれが必要な場面というのは、技術の実証、デモンストレーションの時だと考えます。あのまあ 商業レベルでコマーシャルに普及しているものであればビジネスとしてマッチメイキングが自動的に起きるはずですのでそうではない段階の技術についてテクノロジーのプロバイダーとテクノロジーのサポーターのマッチメイキングが進むようにサポートをしていくということが必要なんだろうと思います。でその際にあのまあもともとコマーシャルになっていないので自動的にマッチメイキングが進みませんので。 あのレシーバーとプロバイダーが直接のマッチメイキングがなかなか進みませんので誰かが間に立ってそれを仲介するというのが、まあ、あの重要であると思われますでその観点で、えー、あの前川製作所さんの,あの事例の紹介がありましたけれどもあのテリとアイチェスさんの,、まああのえーまあ、仲介というか支援が。 あのプロジェクトであったということで、まあそういうこう真ん中に入る人のあるいは機関のまあ機能というのは一つ重要なのかなと思います。それが一点目です。で二点目は、えー、実証が終わった後の普及・ディセミネーションについてです。あの、まあ、あくまでその技術をこう普及させて、まあ大規模に、えー、温室効果ガスの排出を減らすとか、えー、レジリエンスを高めていくっていうことが目的であるわけであって実証に止まっていてはあの意味がないと。 やっぱり言わざるを得ないですただこのディセミネーションにつなげていくというのはすごい難しくて、えー、日本は,は1990年代から省エネ環境技術の、えー、途上国での実証事業というのを、まあ、かなりの件数やってきたんですけれども、えー、その実証が終わった後に 実際に普及しているものと普及していないもの、まあ、両方があるんですがあの普及しているもので何が起きたかっていうのをまあ見てみるとやはりその技術を受け入れる 国の中でのま制度環境まよくこの業界の言葉でイネーブリングエンバイラメントというんですけれどもまそれをま整えていく例えばその技術を入りやすくする規制だとかインセンティブを政策として入れていくということがあの重要だと言えますでもう一つその点で面白いのはあの実証プロジェクトをやっているときというのは大抵そのま設備とか 装置というのを先進国国から途上国に輸出してでそれを使うためのこうトレーニングとかキャパシティービルディングを提供するんですけれどもやっぱり普及段階になると、まあ、全部輸出しているっていうのではなく追いつかないので、まあ、現地でのこう製造の要素っていうあの、まあ、具体的には、えー、ジョイントベンチャーを作ったりだとかローカル資本の企業にライセンスをしたりだとかあるいはそのローカルのコンディションに合わせた技術の適用を、まあ、行ったりだとかっていう、まあ、その製造の方にマニュファクチャリングの方への技術を がが進んでいいいくとととうのが一つ特徴としてあると思いますあのこの図ちょっと時間ないので細かく説明しないんですけどデモンストレーションの段階だとエクスポートとかキャパシティビルディングが中心なんだけれどもあのディスミネーションまで進めていこうとするとここでイネーブリングエンバイロメントを作ってライセンスとかジョイントベンチャーとかローカルに向けた R&D だとかっていうものも技術移転としては発生してくるという点であります。 エネーブリングエンバイロメンツが普及である必要というのが二つ目でありました。 で3つ目なんですけれども、まあ、今日のテーマは中小企業 SMEs ということで SMEs について1点だけ指摘したいんですが、まあ、SME の数で言うとあるいは GDP の占める割合で言うと非常に大きいカテゴリーではあるんですが、まあ、その中には非常に多様な企業があるわけで SME 全部に当てはまる共通のアプローチというのはやっぱりどうしても見出しがたいと思います。ただ、えー、個別に 対応していたのではやっぱり時間もリソースも限られているので、まあ、とてもやりき対応しきれないわけですのでやっぱり何かこうそれでもそのあの中小企業の間でのこう共通的な部分を見ていくというのが重要だと思います。で技術面で言うとやっぱりその,あの汎用的なもの,あの前川製作者さんの例だと熱利用なんですけれども熱利用というのはいろんな産業 であるものですので、まあ、そういう汎用的な技術に注目する。あの、熱以外の動力だったら、あの、モーターの。高効率化だとか、まあ、いろんなその汎用技術っていうのはあると思いますので。まあ、そういうところに、こう、焦点を当てていくと。まあ、少ないリソースで、より多くの効果を得られやすくなるのではないかと、思います。以上、私からのコメント三点でした。短く簡潔なコメントありがとうございました。また、重要な点を指摘してくださいました。 で単純なシンプルな質問を用意しておきました。効果的なマッチメイキングの戦略は途上国の観点から見て何が必要なのかもちろんこれは先進国の観点からも考える必要がありますので残りの時間はこれを検討したいと思います。まず最初に北山さんに伺いたいと思います。どのようなマッチメイキングの戦略が、えー、途上国の観点からは有効なのでしょうか。 も,うもちろんご経験はわりなわけですがこのようなメカニズムを他のインド以外の国でやろうとした場合どういったことが必要だと思われますかその点ご説明いただければまたアランスさんまたギルシさん発展途上国の観点から何が必要か何が役に立つかという話を他の方もおっしゃってくださればと思います。えっとですね あの今回、ちょっとインドに入れさせていただいた例をちょっと取っての話なんですがあのやはりあの今、上野様からもお話があったようにですね初期段階でやはり全くですね使ったことがないとか今までほとんど導入されてない技術を現地に導入するということ自体がですねまず大きなハードルになっているんじゃないかなと思っています。 でそのためにですね今回まああのテリーさんであるとかですねあのいろんなスタッフメンバーであのまあ導入していったんですけども、えー、やはり現地の理解であるとかその後まあ日本の製品だからちょっと私たちはわからないっていうような言葉がよく出てきたんですねで最新技術に対してちょっとまあ抵抗感があるっていうようなところもあったんですけどそこをまあ あのじっくりとこう理解していただくというのが、非常にあのハードルをえ乗り越えていくための重要なポイントなのかなと思っております。でこれは多分あのインドだけに限らずです、ね、いろんな国に低炭素技術を導入する上ではでは、ね、あの必ず出てくる話じゃないかなというふうに思っております。で まああの初期段階で実際これを民間企業の力であるとかですねそれだけでやろうと思うとなかなかコスト的にもあの難しくなりますのでああ CDM であるとかですね JCM であるとかまあこのようなアージス s さんの,あのプロジェクトであるとかですねこういうきっかけがですねあるとですねやはり非常に導入しやすいのかなとあとはまああの本当に課題としては水平展開と あと本当に根付かせるっていうことなんですけどもあの今回いろいろ経験してみてわかったのはです、ね、今までのプロジェクトっていうのは今回はその後です、ね、あと再度です、ね、ワークショップをしてみたりいろいろしてです、ね、そういうせっかく新しい技術を入れたのでそれをまたあの継続的にです、ね、どん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 周知させていくというような活動というのが やはり根付かせる中で一つあの有効ではないかなというふうに考えております。ちょっとまああの漠然として話で申し訳なかったんですけど、あの今回の経験から私の方はそういうことを感じました。ありがとうございます。So maybe followed by、uh, m r、imm. s Thank you very much.For、uh, the developing country side is that、uh, the low carbon. は新しい技術なんですこれを導入するということは本当にこれが正しい技術なのか信頼性はあるのかまた自分たちで手に入る価格で導入できるのかということが重要な問題,が問題になります。途上国のいわゆる 企業が考える大きな問題ですこれに関しては技術ニーズ評価が必要ですそれからキャパシティビルディングが必要ですそうすればいわゆる途上国の企業化も再できるその安泰技術を持っている先進国 その普及またそのテクノロジーの生産コストは途上国では非常に高いという問題もありますこれはすでに触れられた問題ですまた途上国は比較的生産コストが低いそれを途上国の国内で作ることができればより容易であり 低排出技術を適切な価格で実現できるのではないかということで私が提案したいのはこのマッチメイキング低炭素の技術のマッチメイキングをこういったことを考えて先進国、えー、途上国間で行えればいいと思います,以上です私からはコメントは 2点に絞って申し上げたいいと思いますもうすでに先ほどお話しする機会があったので、改めて強調いたしますが、やはり何といっても重要なのは、マッチメイキングの戦略を発展途上国に向けて考えるとき、まずはその大変にこの大きなセクターである、つまり中小企業というのは、そしてしかもいろいろな技術がある中で全部を取り上げるわけにはいかない、ですからどこにプライオリティを置くかということが重要になります。 そこでテクノロジーのアベイラビリティという言葉が使われていますが、これは先進国の観点からも含めて、つまり途上国と先進国がパートナーを組んで、どういう技術が途上国向けに使えるのかということを考えるべきです。で、その国内の環境に合ったカスタム化ということも必要になってくるかもしれません。で、第2点としては、上野さんがおっしゃったこと、これに同意したいと思います。やはり え仲仲介介機関とととななるようこころ仲介役をを果たたすすが必要ですこの点をぜひ強調したいと思い思ま,まずは、そのセクター、産業分野にとってどの技術が一番合っているのか、そして仲介機関となる企業え機関、組織があるのか、えそしてえ、特に誰もがもうすでに触れられたことでありますけれども、また私のプレゼンの中でも2つの例をご紹介いたしました。 日本とそれからスイスとの協力というのがありましたでかなり時間をかけてやっとこういった技術がまあ、その普及するに至ったというような事例があるわけですが日本の事例に関してはこれは真ん中の D で終わったとですからもっとこれをさらに進めていくにあたってはやはりどの技術がどの国に合っているのかその国にあったまた企業に合った技術はどれなのかを見極めるということが重要だと思います。So, uh, ありがとうございます、節さん、えー。時間がほぼなくなってしまいました。ただ会場にいらっしゃる皆さんから一つか二つ、もし質問があれば、パネリストに対して質問をいただく時間を設けたいと思いますが、一つ二つ質問ありますでしょうか。 アイリスのたまです。どうも、あの、非常に、えっ、ー、と、インフォーマティブなプレゼントパネルディスカッションありがとうございました。で、あの、お聞きしていて、まあ、一つの重要なのが、特にその普及レベルにおいての。あの、えっ、ー、と、制度環境、エナーブルインコンディションの重要性というのは、あの、何人の方から。あ、ご指摘があったかと思うんですが、あの、上野さんの、あの、日本の。 あの90年以来の例でうま,うまくいった例といかなかった例でまあエナブリングコンディションがまあ重要だったという話だったんですけどそれがあのそういった制度環境が整っちゃったというのはそれは何かの国際協力的に日本が働きかけて重要になったの,かあの整ったのかそれとももともとその途上国にあるものがあったのかと。 そこら辺ちょっとあのどういういきさつだったのかもご説明していただければとであと他の途上国の,あの,からの参加者の方からもその技術移転ですとか技術の普及に向けたそういう制度環境がうまくいった例がもしありましたら特にその何らかの国際協力によってそういったものが進んだといった例がありましたらぜひお聞かせいただければと思います。 ありがとうございます。そうしましたら、じゃあの上野さん、どうご質問どうもありがとうございます。あの。えー イネーブリングエンバーラメントを整えたのは先進国の働きかけによるのか途上国自身の自発的意思によるのかということだと思うんですけどあの私は途上国自身の自発的意思によるものだというふうに理解をしています。ただだのそのの際に、えっとまあ、例えば小エネルギーー分野ととととすると日本とアメリカとヨーロッパで 似たようなものもあればあの少し違っている政策もあったりしていてでそれを新たに導入する国は、まあ、先行例を調べて、えー でその自分の国に合った制度を作っていくわけですけれどもその先行する先進国の制度をまあ調査してで途上国の,その状況に合わせるというところにはその先進国側からのキャパシティビルディングというのはたくさん行われていたというふうに理解しています。なので、まあ、どっちが主導っていうと少し難しいとこはあるんですけれども、まあ、両方に役割があるというふうに理解をいたします。 そう、あ、え、時間もほとんどなくなりましたがまずはパネリストの皆様に感謝を申し上げたいと思います大変貴重なご意見ありがとうございましたまたぜひ強調したいのですが仲介機関仲介役これが大変重要だと考えていますアイジスとしてもそのような仲介役を果たしたいと思っておりますまたマッチメイキングに関してもマッチメイキングの戦略に関して協力をしたいと思っております 様々な政府や様々な組織と協力することで技術移転を円滑に進めていければと思っています。また多くのパネリストの皆様。皆さんはそれぞれ、それぞれの立場で仲介役として果たすこともできると思います。もちろんそれぞれ個別の役割もありますが、同時に実際に現場で実地で 良い良好なプロジェクトをまとめる実証プロジェクトを行う、また国内の金融機関から、あるいは国際的な金融機関から資金調達を得るにあたっては、いわゆるイネイブリング環境というのが必要になりますが、本当に実現のためには、もっと取り組みが必要であるということを申し上げたいと思います。今、私たちはそういった戦略を策定中であり、これに関して皆さんと協力をすることができればと思っております。 私から以上ですがこれをもちましてまあ、パネリストの皆様に感謝をもってこのセッションを閉じたいと思いますどうもありがとうございましたそれではこれより昼食休憩に入ります14時35分からは本会場を含む3つの会場にてパラレルセッションを開催します14時35分までに登録時にお選びいただきましたご希望のセッション会場にご移動ください ごご希望されたたセセッッシショョンン以外のセッションにご参加いただくことも可能ですなお、このあとまもなくランチセッション、アジアの科学的低炭素発展政策形成を支える統合的知識基盤システム、およびラウンドテーブル、適応と災害リスク削減のシナジー、関連する課題、有料事例と今後の展望は13時から開催されます。ランチセッションは502号室。 ラウンドテーブルは、開花の413号室にての開催です。本日13時より開催のランチセッション用のランチボックスですが、数に余裕がございます。事前にお申し込みをされていない方でも、また、ランチセッションにご参加いただ,くいただかなくても、お買い求めいただけます。ご希望の方がいらっしゃいましたら、502号室前にお越しください。ランチボックスはお1つ500円です。 お使いになったレシーバーは会場の外には持ち出さず机に置いて離席いただきますよう重ねてお願いいたします。